スペイン坂は東京都渋谷区宇田川町の坂。本校にて記述東京都港区六本木一丁目3番と港区赤坂一丁目12番の間にある道路の相性。六本木通りと中日スペイン大使館をつなぐ坂渋谷のスペイン。坂付近東京都渋谷区宇田川町13番と16番の間にある道路の相性。井の頭通りから 渋谷パルコに至る100メートル弱の勾配の緩い坂で、北側は階段となっている。この階段の傾斜は22度、高低差は約3.5メートルあり、段数は23段ある。幅は3.3から3.6メートルあり、長さは約12メートルとなっている。周辺商店では坂の愛称に合わせた南欧風の街づくりも行われている。沿道には雑貨店、 医療品店、飲食店などが多く集まっており、坂の上には映画館とゲームセンターがある。また、渋谷パルコパート1の1階には、通りの名を冠する東京 FM の渋谷スペインザカスタジオがあり、2016年8月7日まで稼働していた。かつては料理店の付近に女神像が置いてあり、それに好きな人の名前を書いたプリクラを貼ると恋愛が、 上就するという都市伝説がルフしていた。スペイン坂の全域は2019年6月20日から施行された渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例の渋谷駅周辺地域と区規則で定める区域に定められており、ハロウィン当日とその直前の週末、年末年始は路上等の公共の場での飲酒が禁止される。スペイン坂にあった 喫茶店、アラヒゲの店主、内田博夫は、写真で見たスペインの風景に心を惹かれ、店の内装もスペイン風で統一していた。1975年、その2年前に渋谷に店舗を開業していたパルコから通りの命名を依頼された内田は、迷わず、スペイン坂の名前を付け、命名後は、スペイン坂の人々も協力して、建物を南欧風にした。 なお、かつては、スペイン通りと呼ばれていたとする文献もあり、同書によると、スペイン通りという名前がメディアに紹介され始めたのは、1978年に、熊谷商店によるビル、パティオ1、渋谷スクエアが開業したのが、きっかけとされている。スペイン通りの名は、イタリア料理店、ゴエモンスペイン通り店に、その名残を残している。ありがとうございます。